い、上手でした。1年生心配でですね、大丈夫ですかね。ちょっと珍しい楽器なんで、ご存知の方いらっしゃいますか。テンプクって名前をお聞きになったことあるか。今日は一、ね、人、二人、三人、四人、たった四人ですよね。ここ鹿児島ですよね。で、実は鹿児島の楽器なんですよね。鹿児島に伝わっている古くからですね、もう400年、500年の歴史はもう十分に、そしてまだ古い歴史があるという、そうですね。実は遅れましたけど、私はこういう会でですね、音楽ということで、あるいは音を聴いていただくということのテーマで、演奏というか、音を出すのは、あんまりそういうことなかったんですよね。この笛の研究ということでですね、民族学会とか文具学会、いわゆるそういう学会でこの笛のことをですね、学問的に研究をしている、そういう立場にあったんです。で、今ですね、実は話が長くなっちゃうとあれなんですが、15分程度時間くださったら確か。どのくらい？始まりが遅くなりましたので。もう時間ないですよね。それじゃあね、これ始めますとね、1時間かかっちゃいますので、簡単にご紹介しますね。テンプというのは、こんなような可愛らしい楽器です。本当に可愛らしいものです。ご承知のように、尺八をご存じの方は多いですよね。これが尺八ですね。尺八寸ね。より一分短めですかね。こんなです。こんなに違う。でも尺八の仲間といえば仲間、竹の同じ竹、こちらは真竹ですけれども、こちらはよく鹿児島の方ご存知の小三竹という、小定竹といいますね、小三竹という楽器、竹の小石ですね、楽器、はい、この根元の方をこのぐらいにですね落とした竹です。で、笛の紹介は、そこで、実はですね、私ね、この頃、こういうこともあるだろうということで、ちょっと失礼して、内容を出していただいて、なぜ脱ぐかと申しますと、こういうのをね、間違えました。これ、直近ですが、これ着ると、天福おじさん。ね。こんなのをですね、たまたま古着屋さんで見つけまして、実はここは鉄砲の弾が入る、漁師の、スポーツ漁師やる方のね、食器を改造して、あれはちょっと怖い鉄砲、これは平和な笛です。で、ちょっとね、鹿
鹿児島次元流ですが、あのこの人は神道無念流、残念無念流というので、で負けるかもしれない、そういう世界ですね。それであの、今日も冗談もいろいろしますけれども、実はあの、ふるさと維新館という円形ホール、あそこでね、なんか文化講演会っていうのを企画させてくださったことがあって、そこでね、1時間ちょっと喋ったことがあるんですが、その時、冬もご紹介して。でそんなようなですね、あの機会がぼつぼつですね、それから早田のそこの神宮 の, あの直視殿っていって、あのなんか、皇室の方しか座れない場所で吹かしてもらったり、科学の宮司がですね、受け止めてくださって、だんだんにですね、そして今度はあの大坪さんが受け止めてくださって、今日はこういう会があるから、ぜひ皆さんに紹介、いうようなことで、とても嬉しいことです。でこのせっかくのこういうね、笛ですから、どうか一つの、音をね、聞いてみてください。下手ですけれども。何言ってみましょうかね。皆さんがよく、まず、今日はあの皆さんから叱られそうなので、叱られてみていただきますかね。どっからかな。このぐらいのベタラメな。ここですね。わけわかんない曲があります、まあ、そういうわけであんまりあの練習不足だって急なあの話だったんです実はまだ練習それで、まあ、いろいろあるんですがあのこれはですねあの実はこの今そこにいる私 の, あの家内の父親が実は作った笛でその父親がこの伝承をしてた人なんですね。まあ、あの有名なカジキの方が来られてるから今日もあれですけども、カジキに白国俊先生というあのカジキ高校の元先生がですね、この天国の、まあ、たった一人の伝承者というふうにずっと伝えられて、ところがどっこいですね、佐田岬の端っこの方にですね、また別の伝承があったんですね。でこれはあのご存じの方は少ないですので、まあ、報道の方もですね、あの新聞社も寄せてるのあんまりいいんですね。知ってなかったんですね。そういうことがあったもんですから、学術的、学際的にはこれは重要なことなので、別の伝承がちゃんとあったと。しかも本当に詳しいんですね。まあ、彼女も撮ったんですから、あのそれで私の父親ということになるんですが、まあ、そんな笛の縁でね、あのこういう、まあ、出会いもあったりいろいろして、まあ、これ話すとまた長くなっちゃうから、こんなにして。で、実はですね、好きなのは、あのこれは伊達の父親がですね、新しく考案した、何でも同様でも吹ける、あるいは唱歌も吹けるという、新しいタイプの天賦なんです。で、実際の古い時代の天賦はですね、もう少し、こんなですね、ちょっとまた短いです。そうして、古い時代に実はあの鹿児島の薩摩武士って言いますかね、いわゆる武士が吹いてたという笛はですね、
天幅は、これよりも二律低いタイプのこの長さですね。これが武士の吹いてた天幅というふうに、これは学術的には民族学会や民族学会で例名館とかでですね、これを学術的にきちんと検証してお話ししたことがあります。これは非常に重要なことなんですね。鹿児島の文化財としてですね、大切なこの笛だもんですから。で、これは大口の宗師が吹いていたという記録の中の一尺二寸というね、尺二寸というのはちょっと分かりにくいかもしれませんが、尺六寸だから、尺八寸だから尺八ですね。尺二寸だと尺二っていうことになるんですが、これは天幅と、呼んでたということになりますかね。この話が長くなりました。そういうこともありますので、余計なことかもしれませんが、音がねちょっと低くなりますね。こんな感じです。これですと、いわゆる陰音階と陽音階というのは専門家の方に思うんですが、陰と陽、陽音階の陽音階の、そうするとですね、古い時代 の民謡みたいなもの、ひな歌みたいなものがこれで、屋久島にですね、伝わっている小鳴り歌があります。